戸口武豊は日本の政治家、沖縄県名護市長、元名護市議会議員、また県内九市の保守系市長で構成された市長連合チーム沖縄のメンバーである沖縄県名護市巨大生まれ、名護市立瀬、北中学校の人気満了に伴う名護市長選挙は沖縄県議の安市の普天間飛行場の辺野古移設を着実に進めたい安倍政権と 反基地を貫くオナが知事率いるオール沖縄勢力との代理戦争として位置づけられ、同年秋に控える沖縄県知事選の前哨戦として、両陣営は国政選挙並みの総力戦を展開し、全国的に高い注目を集めた。現職の稲峰は2010年、2014年の市長選に引き続き、辺野古への移設反対を表明し、社民党、日本共産党、 自由党、沖縄社会大衆党、民進党の推薦と、立憲民主党の支持を受け、再選を目指して出馬。辺野古への基地移設反対を全面に出して訴えると、共に、ネオパーク沖縄に、中国からパンダを誘致し、観光資源にする党の公約を訴えた。一方、辺野古への移設を容認する姿勢を過去に示していた、新人で、元名護市議の戸口は、自民党、 公明党、日本維新の会からの推薦を受け、立候補、辺野古移設を争点とせず、国と県の裁判を見守るとし、市民生活の向上や、経済振興などを争点として強調した。選挙戦中は2回、都市広幹事長、菅義偉官房長官、小泉慎次郎ら政権幹部が応援に駆けつけ、新人で移設容認派の戸口が現職で、 移設反対を掲げる稲峰を破り、初当選を決めた。なお当選後、戸口は、結果について、複雑な民意が示された、私を支持した人も、辺野古の移設については、反対する人がおそらく何パーセントかいたと思います、と、述べ、国にべったりとはいかない。一定の距離感を置いて、基地問題と向き合うとも述べている。当日有権者数、三百七十二人。 最終投票率76.92%ありがとうございます。